どうですか、ダンスってどんなところが楽しいですか？いや、全部です。福島市のダンスファクトリー K マニフィックは1995年に開業したダンススタジオで、ここから一流アーティストのバックダンサーになった人もいます。現在、小学生を中心に社会人までおよそ135人がヒップホップやブレイクダンスを中心に幅広いジャンルのダンスを習っています。ブレイクダンスを習っている小学5年のメンバーで結成したグループ、ストライブ。メンバーは赤坂蓮大くん、斉藤仙人くん、伊藤海里くんの3人。自分たちで振り付けまで考えています。中心で踊る海里くんはダンス歴4年。3人の中ではダンス歴が一番短いそうです。自分ができなかったりして他の人たちができてると遅れてるなと思ったりします。なんか頑張らないとなって。海里くんが今力を入れているのはダンスの中での細かい動き。家に帰ってからもどうやったらかっこよく見えるのかと研究を続けているという動きに注目です。早く来て練習したりとか、その一人でもスタジオの中で練習するっていう、そして鏡を見てちゃんと確認できるっていうところが、やっぱりできる子はやっぱり上手くなると思うので、自分がダンスが好きだから踊れる、踊りたいっていう気持ちがすごく伝わってくるので、やっぱりそこが彼の努力だと思います。兄に憧れてブレイクダンスを始めた海里くん、夢は自分自身も憧れられるダンサーになることです。ダンスで上達して、早く難しい技とかに挑戦してやりたいです。みんながそのダンスを見てやりたくなるようにしたいです。